めたきっかけは何ですか？メタボリックでかなり体重があったんですけども、まあ、そこで何かと思って、ね、まあ、ジョギングとかしてたんですけど、なかなか落ちなくて、でここに来て、なんか皆さんやってるの見ると、結構スリムになって、やってみようかなと思って始めました。気持ちよりは週何回ぐらい通われてますか？そうですね、今は大体週2回から3回のペースで、これ。だいたい準備を入れると2時間ぐらいの範囲でやってる。ジムを選んだ理由は何ですか？そうですね、そんなに本格的にばっかりではなくて、本当にシェイプアップも中心のような教え方もありますし、また専属のプロのような指導者の方もいらっしゃる。それでここを選びました。今現在キックボクシングを始められて何か変化はありましたか？まずですね、半年で体重が大体10キロぐらい減りました。でそれから自分の体がすごく楽になって、普段こんなに汗かかないんですけども、そういう意味では体が強くなって、仕事の面でも結構頑張れるところが無理が効くようになりました。今おいくつですか？今55歳。55歳。はい、55歳でいつから始められてる？ちょうど1時間ぐらい前、たまたまこっちに引っ越してきたんですけど、ストレッチのジムを見つけて、で自分でできるのかなって、最初年齢で不安だったんですけど、まあ、チャレンジしてから何度もやれて、まあ、こういうのをスイムに行ったら使ってみようと思います。ありがとうございました。大丈夫です。